やはりまあこの種の事案で非常に無罪が続いている。そこに共通するのは、揺さぶりだと決めつける根拠自体がやはり非常に不十分であるということは今回の事件でもまた確認されたと。弁護士がこう話すのは、今日大阪地裁で行われた裁判で無罪が言い渡された写真家の赤坂智明被告の幼い子への揺さぶりについてです。赤坂さんは2017年11月に自宅で生後2ヶ月になる長男の頭に衝撃を与え、急性硬膜下血腫などの大怪我をさせたとして罪に問われました。赤坂さんは喉を詰まらせたと思って背中を叩いたと説明しましたが、検察は激しい揺さぶりが大怪我の原因になったと主張していました。今日の判決で大阪地裁は強い衝撃が加えられたとは認めず、生まれつきの病気などによって容体が急変した可能性があると指摘。激しい揺さぶり行為に及ぶ背景があったとは認められないとしました。判決後、赤坂さんは弁護士を通じて次のようにコメントしました。あれから5年という歳月の後に失われた日々のことを思わざるを得ません。生後4ヶ月の息子は児相に拉致されるように連れ去られ、1年5ヶ月も私たち家族から引き離されました。そのおよそ1年後に今度は私が逮捕拘留されました。その後も妻に会うことを禁止するという接見禁止が2年も続きました。これは司法による人権侵害としか思えません。決めつけにより疑いをかけるのではなく、子供に何が起こったのか、なぜそうなってしまったのか、医師にも検察にも本当の理由を探す努力をしてほしいと思います。